きます。はい、3、2、1、皆さんこんにちは、ドドペンです。ザ・シブズ4やっていきますよ。いしょ、さドクロ工事物語シーズン3始まりました。あ、今日はみんなお仕事なのかな。あ、セインティちゃんいってらっしゃい。そしてさっきユキちゃんも出社したね。で、ルーシーも、ルーシーはもうちょっと後か。さあ、仕事準備大丈夫ですか？お腹減ってないですか？あ、膀胱がやばい。はい、明日から開始、愛の日、ホリデーアイテムを表示。ほう。あ、なんだこれは。で、これがシーズンズで追加されたベッドか。ほう。なんか、あ、なんかめっちゃある。これ飾り付けか。明日が愛の日だから、別になんか特になんかやる必要あるかな。これがこう、やばい、まだ全然わかんない。あー、これなんかいいな。いや、これクリスマスだよな。これがテーブルか。うわー、まだ全然わからん。まあいい。はい、大豆建築モード終了。そうか、明日が愛の日っていう祝日なんだね。なるほど。あー、なんかやる？あ、こういうアクションができるのかな。思いを寄せる相手と、あるいは恋愛関係にある誰かと特別な時間を過ごしましょう。この行事に参加するには、キスやハグや誘惑するなどの恋愛ソーシャルを行ってください。その気になったら、うふなこともしてもらいましょう。あらあらあら。もう進めちゃったわ。この行事に参加するには、電話またはコンピューターで贈り物を買うのアトラクションを、いや、アトラクションじゃない、アクションを使って花を購入し、相手のシムを選んで、贈り物をするを選んでください。いいね。デートに行く。大事な人と出かけたり、恋人一歩手前のあの人を誘って過ごしましょう。これはれっきとした伝統行事です。この行事に参加するには電話をクリックしてデートに誘うを選び、続いてデートに出かけるシムと出かける先を選んでください。なるほど。ほうほうほう。まあ明日だもんな。まあどうしような、恋愛関係がシーズン3始まっていきなりだからな。特に誰と誰をくっつけようかっていうのを全然考えてない。まあとりあえずイッツンとルーシーをちょっと仲良くさせるぐらいにしようかな。はーい、じゃあアンコちゃん留守番頼んだよ。みんな仕事だからね。はい、ルーシー、いってらっしゃい。さあ、アンコちゃん、あ、ソファを引っかいてるんで、やめなさいやめなさい、やばい、アンコちゃんがソファ引っかいてる。でも注意する人が誰もいない。まずいぞ、これは。やめてくれお願いだから。あー、やべ、ずったずたになってるよ、ソファーが。どうしよう。あ、アダム、いる？アダム。空いた時間。ユキは仕事を思ったよりも早く終わらせることができました。どうしたらよいでしょうか？こっち来てくれ。あんこちゃん注意して。アートについて調べる。音楽へ聞く。あ、まあ音楽。評価アップ中。こんな場合じゃないんだよ。アダム。あいつどこにいんだよ。あんこちゃんやめて。まだ引っかいてる。どうしよう。はい、暴露する。最終調整を行っていた時、セレイティはとある政治家の怪しげな情報を発見しました。この政治家は見えすぎた言葉で情報の公開をやめなければ覚悟しておけというようなことをそれとなく示しました。セレイティは情報を握りつぶすべきでしょうか、それともこの汚い情報を余すことなく公開するべきでしょうか。いや、もうそれはもう全部暴露しなさい。俺らのバックにはドクロ工事月警察本部長がいるんだから。はい、はい。セレイティは悪事に関する証拠を持っており、その政治家もそれを否定できませんでした。この記事は物語、物議を醸し出すことになりました。評価アップしよう。
まあまあさすがドクロコジセンティ編集長、そしてビハーンさん何やってんすかビハーンさん、こんなところで。さあルーシーとハルシーが帰ってきた。おかえり。ああ、ハルシーどうした、ハルシーどうした、めっちゃ汚ねえんだけど。意気消沈、情緒不安定に落ち込んだから仕方ないじゃない、他人には分かってもらえないんだから。何を言ってるんだ。はい、友達作り。とても友達になりたい相手がいるんだけど、相手は友達になりたくないみたい。どうしたら友達になれると思う？フレンドリーに接し続けるといい。一度ものすごくフレンドリーに接してみたら。そうだな、まあどっちも正解だと思うけど、もう一回ものすんごいフレンドリーに接してみたら、もう一気に友達になれるかめっちゃ惹かれるかのどっちかだけど、一か八か行ってみよう。はい、アドバイスありがとう。感情コントロールアップ、思いやりダウン。また思いやり下がっちゃった。ハルシとりあえずお風呂入りな。お母さんめっちゃ引いてっから。さあメイソンくんとセイディちゃんも帰ってきたね。おかえり。仕事はどうだった？まあまあそこそこ順調なのかな。じゃあ一回インタビューして記事を書きましょうか。インタビュー、インタビュー、これだ。はい、ハルシはパン焼きスキルを習得しました。はい、ハルシ。あ、そうか、今お風呂から上がってパン焼いてんのか。いいじゃないか、いいじゃないか。ちょっと料理に目覚め始めた。うわーなんかむっちゃくちゃだなこいつ。さあ今作ってるのはシュガークッキー。ああいいじゃん、何気に女子力高いなこいつ。頑張れ頑張れ頑張れ。ヌマ、お、味付けはいいみたいだね。あー、そしてコリンズアリッサ。いつきさん、ぜひネタとオチに参加してもらいたいと思っています。いかがですか。誰や誰かなこの人、全く知らない、興味ないです。これサークルも一回参加してみたいな。今までずっと無視し続けてたからね。あー、一分帰ってきた。おかえり。やべ、なんか門にめっちゃ固まってる。お、パン焼きスキルがレベル2になりました。早っさっき習得したばっかなのに。あ、クッキーあげてよみんな、いただきます。品質は普通。食べよう食べようみんな。お腹みんな減ってるでしょ。はい、あ、なんかこう来た古いコーヒーがありますけれども、さあみんな食べろ。みんなこちょいで、お腹減ってるでしょ。ハルシどうした、え、どうしたどうした。どうしたハルシ、何があったの。情緒不安定なのどうしたよ。元気出すよ。もうあんなねクッキー美味しそうなのよ、できたじゃん。初めてであんな美味しそうなクッキーなんてすごいよ。まだうなられてる、めんどくせえこいつ早くクッキー食べな。さあ拡張パックシーズンズを追加したということで、じゃあハルシには新しく何かスキルを習得してもらおうか。そうだね、本を購入、確かがなんかガーデニング系のスキルがね新しく追加されたんだ。これフラワーアレンジメントスキル。よし、じゃあまずこれを読んで勉強しなさい。ハルシ、ハルシ、ハルシ、本を読みなさい。フラワーアレンジメントスキル。よし。ああ、また、まさか？掲示板荒らしてたんじゃないだろうな。こいつどんどん思いやりが下がってくんだけど。もうせっかくボランティアやったのに。はい、
ハル氏はフラワーアレンジメントスキルが上がったことで、テーブルを選択してフラワーアレンジメントを作ることができるようになりました。テーブルをクリックしても何もなんないね。その、専用のテーブルを用意しろってことか。お、ゆきちゃん帰ってきた、おかえり。みんな結構稼ぐな。パリンゴ。あ、ちょっと娯楽が必要なのか。あ、確かに娯楽必要だね。じゃあなんかあんこちゃんとちょっと遊びなさい。あー寝てるか。あ、起きた。じゃあレーザーポインターで遊んだりと。あ、ビクちゃん押す。ドクロコージビクトリアからお出かけに誘われています。カラオケいいじゃん。じゃあそうだな、なんかめっちゃ友達いんな。そうだな。じゃあ、ハルシと、あ、ブロディ。ブロディいいじゃん。はーい、どうもー。ビクちゃん。ビクちゃん、久しぶりじゃない。オスオス。元気だった、ビクちゃん。あ、聞いた、どうした。待って、ドクロ工事ビクトリアから家に来ないか誘われています。どういうこっちゃね、自分がカラオケ誘っといて。わかった、じゃあ行こうか。うわ、なんか振り回され始めてる。はい、じゃあこの二人ね。ブロディはね、あれだよ、ドクロ工事ビクトリアちゃんが惑星シグザムに行った時に最初に遭遇した宇宙人。てかビクちゃんの家って俺は初めてだな。あ、なんかビクちゃん、どうした、そのコーディネートは。トーカー、てかみんななんかコーディネート違うな。何あれ、なんか消えた。てか、ナノハちゃんがいる。おい、ナノハちゃん。娘さんどこ行った。やばい、みんな消え、どうした、なんだ、みんな消えてくぞ。やべえ、超振り回されてる。とりあえず、ナノハちゃんに挨拶しとこう。あー、ナノおばあちゃん。おばあちゃんではないけど。ナノハおばさん。不満ぶちまけよ。で、ハルシはパン食ってる。さっきのシュガークッキーか。持ってきたんかい。じゃあちょっと、あ、ハルシはナノハおばあさん。マルシャ。あー、ビグちゃんどこ行ってたの。あ、はじめまして。ミッキーの孫のハルシです。イッツンの息子よ。あー、そうなんだ、イッツン懐かしいわね。こんな大きい息子がいたなんて。なんちゅう目でおばあさんを見てるの、ハルシ。おばあさんか。さあ、ちょっといろいろ話し込んどきなさい。アドバイスを求める。やべ、超つまんなそうだな、ハルジ。そして初対面の親戚にアドバイスを求めている。なんて答えるんだろうな。てか、ビクちゃん、どこ行ったの。あ、いたいた。ビクちゃん。あ、なんか音楽始まったから下来たんか。ビクちゃん、久しぶりじゃない。心からの褒め言葉。さあ、ハルシもこっち来て。一日を明るくする。ああ、もうここのいとこはほんと仲良しだからね。ほんと久しぶり。元気してた。っていうか、宇宙人のブロディはどこ行ったんだ。せっかく誘ったのに。あ、ナノハちゃんも来てくださいよ、こっち。もうハルシをこんな騒がしいとこに連れてくなんていけないとこだわ。いとこじゃないか、あのおばさんか。もうね、あのどういう家系図になってるかね、俺もちょっとだんだん混乱してるんだ。はーい、踊れ。ハルシも踊りな。一緒にダンス。
やべ、みんな、やべ、みんなめっちゃ楽しんでる。あー、ダンスしてる、ハルシ。ハルシ、意気消沈が全然治んないんだけど。どうしよう、どうしよう、どうしよう。そして、バリークアニアさん、おっすー、久しぶり。純喫茶ドクロコージのメインシェフ、バリークアニアさん、おっすー。あ、ハルシのダンススキルがレベル3になりました。上達早いな、こいつ。さすが超優秀人。ドクロコージ家の血を引く男である。やべ、ハルシもっと楽しんでくれ。もっと楽しんで。さあ、ナノハちゃんもこっち来なよ。昨日の夜、お姉ちゃん来たよ、若葉ちゃんが。そうだ、おーっと、ハルシ、ハルシ元気になった。やべ、ちょっとテンション上がってきた。よかったよかった、取り戻してくれた。なんかうーん。あ、はい、ドクロコージやんこ、もうすぐ門限です。早く家に帰らないと大変なことになります。マジか。だって、あの、ハルシハルシ、あの、ユキちゃん、あんこが呼んでる。子供の頃もそんなことあったね。あんこちゃんがよん、あの、門限知らせてくれるっていう。すげえ、あんこちゃんをハルシたちに対して敬語で話すんだ。ういやつやな、ほんま。じゃあね、なのはちゃん、ビクちゃん、 また誘ってください。はーい、ただいまー。今何時？11時か。まぜまぜ、怒られる怒られる。はい、ハルシ早く家に入りなさい。もう門限超えてる、門限超えてるから。あー、よかったよかった。あんこ、ありがとう。あー、修学期食ってる。あん、まあでもなー、門限知らせてくれたしなー。まあしょうがない、ここは。ここは許してあげるか。まあまあ好きなだけ食べなさい。はい、それでは今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしかまチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。てか、ルーシーが入ってきた。さよならー。